せーの、ヤッホー、アミです。みゆです。はい、はい、ということで今回は久しぶりの自由購入品をやりたいと思います。イエーイ。今回はね、お互い買ってきたので、アミもみゆが来てるの見てないし、みゆもアミが来てるの見てないから、うん、ただ買ったもの自体は知ってるっていう感じだね。あ、そうだね。それを紹介していきたいと思います、はい、今回はさ、自由さ、もう春服、うん、春夏って感じだよね、本当に。可愛いのいっぱいあった、うん、ということで紹介していきたいと思います。はい、せーの、それでは早速いくよ。パッパーということで、じゃあアミから紹介していきます。はい、アミが買ったのはこちらの、じゃーん、ワンピースです。めっちゃ可愛いと思った。これめっちゃ可愛い、本当に。なんかいい意味で自由っぽくない、うんうん、素材感的にもなんかデザイン的にもいい意味で自由っぽくない、合ってるよね、うんうん、そうっぽくないなと思ってワンピースを買ったんですけど、 S サイズを買ったんだけど、アミでこの丈が長すぎなくてめっちゃいい長さだなと思って買いました。あとこのね、リボンがついてるから、これ腰でリボン巻いたり、まあ、外しても着れるかなって感じ。中にペチコートっていうか、透けてもいいようにこういう短いスカートがついてました。そうで、ワンピースだけじゃ寂しいなって思って、ワンピースじゃさ、はい、こうで、はい、ワンピース一着みたいな終わっちゃうじゃん。そうだから寂しいなって思って、じゃーん、こちらの靴を買いました。最近流行ってんのかな、こういう靴、バレーシューズみたいな。確かに、てかアミの中でブームが来てる。色もめっちゃ可愛いし、これね、なんといってもすっごい履きやすいの。なんといってもねもう履き心地が良すぎて、なんかここがゴムになってるんだけど、で見てわかる通りさ、結構さ、何、ゴムで引っ張られてキュッてなってんじゃん。そうだから本当に履いた時にかかともパコパコしないで、フィット感、そうそう、マジでかかとのヒットパン。ヒットパン。これでぶん殴りたいね、もう。かかとのヒット感も半端なくて、マジで歩きやすい。そう、これは S サイズラスト1個だった。だから買っちゃいました。で、最後がこちら。こちらのピアスです。このピアスは、もうなんか、靴も、靴ブラウンだし、ワンピース白だし、で、なんかちょっとアクセントが欲しいなと思って、ピアスを買ってきました。これ絶対さ、このピアスとかさ、めっちゃワンピースに合うと思うんだよね。てか、ワンコーデではないんだよね。ワンコーデではない。あ、そうだよね、うん、それワンコーデかって話か。いや、でも確かに、うん、なんかワンコーデって購入品、うん、購入品紹介か。ワンコーデになっちゃってるね、アミ、うん、バクイちょっと間違えておりますまあいいよ、うん、そう、アミはなんかこの、まあ、ワンピースにも合うし、この先やっぱワンピースとか、あとあのベージュコーデとかさ、そう、単色コーデが好きだから、やっぱ耳とかにアクセント持ってきたら可愛いかなと思ってこれを買いました。で、これ6個ついてて790円だからめっちゃ安いし、普通に可愛い、なんとデザインが、うん、この3つをアミは買ってきました。はい、ワンコーデで、あ、もう1個ありました。もう1個はこちら、じゃん、自由のエコバッグ。なんかちょっと荷物が多くて物が入んないなって時とかに、がっつりトートバッグを持つんじゃなくて、そう、これぐらいの、何、テロテロした感じのあったらめっちゃ使えるかなと思って、これね、190円だよ。安くない？普通に生地しっかりしてるのに190円と思って、安い。持って帰る時に、あの、服、買った服を入れてきたんだけど、普段使いもできるなと思って、ここにね、自由って書いてあるの。これいいポイントなの？これいいポイントでしょ？可愛いでしょ？はい、こちらの4点を買ってきました。はい、はい、以上です。はい、ということで着てきました。こんな感じのワンピースとなっております。ピアスもつけました。アミはね、ここ2連なんで、上にパールのやつもつけてみたんですけど、はい、って感じでした。ということで、目の購入品を紹介していきたいと思います。はい、まず1点目はこちら。こちらもワンピースですね。なんかめっちゃシンプルな感じのワンピース、うん、
なんかワンピース大好きで、ワンピースってめっちゃ楽じゃない、本当に楽。だからワンピース好きだからワンピースを買いました。でなんか着てみたら形もすごい可愛くて、生地感も結構薄い感じで、そうだね、なんかシャツみたいな生地してる、うんうんうん、シャツワンピではないけど生地的にはそんな感じ、うん、で今の時期からでもちょっと寒い日は中にこういうレースを着たり、長袖のレースを中から出したり、上になんか羽織ったりすれば結構可愛く着こなせると思うので、今の時期からも活躍してくれそうです。はい、こんな感じですね。こちらめっちゃ袖の感じが可愛いんだよね。ね、可愛くない？肩がちゃんとパフスリーブだったっけ。そうそうそう、パフスリーブ、まあ、袖も短すぎない感じで夏よろしいんじゃないでしょうか。はい、で次こちら、こちらですね、バングルセット2個ついてるやつ。2個ついてるのそれ。こちらですね、バングルとかあんまつけてないんだけど、なんかつけたら可愛いんじゃないかなと思って、こんな感じで、こんな感じですね。夏ちょっと腕が寂しくなると思うのでつけたいと思います。次で、みゆは別にコーデじゃないって聞いてたのでコーデじゃないって聞いてたのでワンピースをもう一個買いました。これはデニムのワンピースで、短めの膝丈くらいかな、膝丈くらいのワンピースですね。みゆがデニム珍しいでしょ、うん、たまにはいいかなと思って買いました。うん、すごいね、この辺の感じがさっきのやつと同じだねそうなの、だからどっちもこれ出したら可愛いやつ、うん、はい、見るはい、っていうことでこんな感じですね。はい、こちらは自分が持ってるこのレース、長袖レースを中に着た感じですね。可愛い、めっちゃ結構今の時期にぴったりっていう感じかな、うん、これも本当に形としてはさっきのパフスリーブと一緒だね。形が可愛くて可愛いと思って買いました。でもやっぱこのミニ丈だとアミとミユはちょっと長めになっちゃう。そうだね、ミニ丈と言いつつ、うん、ほんと膝ぐらい、うん、だからちょっとベルトするのもいいかもしれないなって。あ、まあ、ベルトした方がちょっと上に上がって足の細い位置で、足で細く見える位置で着れるかなとは思います。はい、こんな感じでした。でした。はい、ということでアミとミユの自由購入品紹介でした。はい、今回はなんか購入品って言ってたんだけど、ワンピースコーデみたいになってたねお互い2人ともワンピースを買ってくれっていう、ね、でもやっぱ夏はワンピースが着たくなるっていうのはあるよね。いや、間違いない。楽だしね、1枚で着れるのって、ね、暑いからなんかさ洋服に気取られたくなくない？それな、うん、あの汗かかないことだけに集中したい。そうそうそうはい、感じでした。よかったら皆さんも自由に行ってチェックしてみてください。はいはい、ちょっとでも参考になったなって思ってくれたら高評価とチャンネル登録、あとはコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミユでした。バイバイ。バイバイ。